人でも多くの方にマッサージのスキルをね覚えてもらって、身近な人をこう癒してもらえるようになってもらうとすごく楽しいんじゃないかなと思って、まあ、人こう触れ合いって結構ねあまりないので、日常生活の中で、まあ、そういう感じで今日はね、ぜひこの肩もみ、今日やるのは本当肩もみをこうしっかりやろうかなというところに、考えております。よろしくお願いします。まず最初にこう座った状態のマッサージを覚えたいなと、お教えしたいなと思うんで、まずですね、僕のワークショップは、まず僕のやり方をこう受けていただいて、感じてもらって、で感じてもらって、そういう感覚をこう自分が人にこうできるようにこうなってもらうというふうに、まずはこの受けて、こういう感覚なんだな、あ、聞くってこういうふうなんだなって、ツボを刺激されてるってこういうふうなんだって、肩こりのツボはね、3つですから、この主要なというか、主にこう僕もマッサージをこの仕事で使うときに、使うツボは3つ覚えてもらえればね結構大丈夫です。そのまず1つ目のこの牽制というツボがあるんですけど、それのこの取り方、ね、さっきちょっとやったやつですね、あれの取り方をまずは、こう感じていただきますね。はい、僕は本当にこのチェアマッサージですね、この普通の肩もみってやったことあるじゃないですか、みんな皆さんね、いろんなところでこう、あ、疲れてるの、肩もんであげるよって、こうやって、あ、凝ってます、凝ってますね、すごく凝ってますねみたいな感じでね、なんかこうやった経験あると思うんですよ、子供の頃にね、お父さんお母さんにやってあげたりだとか、本当に友達同士でこうふざけたり やりっこしたりとかね。でそういう時にやっぱこう人のこう肩に体に触れるっていうことって普段の日常生活であんまりないですよ ね。こう初対面で会った人でも、あ、こんにちはって、私これ、ね、なんとかですみたいなこう自己紹介して、まあ、握手もあんましないですよね、そんな初めてで。でもこう話しててこうマッサージできますよとか、マッサージ私好きで人にやってあげるのも好きで自分も受けるの好きですみたいな感じで、そうするとね、え、本当みたいな、結構ね私も肩凝ってるんだけどちょっとやってくれない的な感じになったりするんですよね、意外と。まあ、そういう時に人ってね、自分のこの痛みの部分、この疲れてる部分がある人っていうのは、それをやってあげると、ちょっとね重症ですよ、ちょっとお母様そういう時ってね結構許してくれるものなんですよね。だから僕は本当にこの肩もみをコミュニケーションのねスキルというか、そういう人とのこのつながりというか触れ合いをねのためにもね習ってですね、ぜひ活用してもらいたいなと思ってますね。はい、でこのね牽制のツボなんですね、これねいいでしょ、この後ろからこう、僕今日初めてお会いしましたよね、はい、初めてお会いしていきなり僕は触ってるわけですよ、お母様の体に。マッサージだとこれ当たり前なんですけど、日常的な生活で言ったらあんまり非日常ですよね。だと僕がこう電車に乗ってて隣でね、こうやっていきなりこう触ったらおかしいじゃないですか。ねえ、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 何してるんですかあなた、バカじゃないですかみたいな感じになっちゃうでしょ。でもマッサージすりますよっていうと、受ける側ももう体を許して触れることを許してくれてる。で触る側もそんなに抵抗感なくいけるっていうところで、ここでもう本当に非日常的な状態なんですよね、マッサージって。だからこそ僕はマッサージをもっとね上手なマッサージができるようになってほしいと、肩に触れてこの痛みの人の痛みを分かるようになって、そこをこう癒してあげるというか、そうすると自分もこう優しい気持ちになってね、すごく情緒も良くなりますので、でですねこの、まずですねこう当ててください、手をね肩にこうじーっと手当てですよね、これだけで結構ね楽になるんですよ、本当に疲れている人っていうのはね、こうやって当ててもらうだけで、あーってなんかその人のこのぬくもり、この優しさ、その感覚的なものがこうじわーっとこう入ってくるんですよね。だから僕が本当にいつも言ってるんですけど、マッサージでねこういうのはしてほしくないですね、ガッ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 ってこう、あー疲れてるねみたいな感じでこう揺らすみたいなね、あえてマッサージじゃなくてただ押してたりだとか掴んでるっていうだけなので、マッサージってのは本当にこう手当てです、もうそうやってやるぐらいだったらもう当ててるだけの方がいいですよね、じーって本当こうゆっくり優しくこうね、さっき手ぬぐいにもね書いてありますけどね、ゆっくり大きくこうねちっこくですねやってほしいなと、ゆっくり大きくねちっこくね、これが大事なんです。これ優しく、だってさっきちょっと触っただけで痛いってなってたでしょ、痛いんですよ本当に、痛みがある人ってのはもう腫れてる状態も怪我してる状態と一緒ですから、肩のそのね肩こりも、だから最初にこうゆっくりこう溶かしてあげると、その痛みをねゆっくり溶かしてあげる、
ゆっくりゆっくりこうしてあげる。そうするとだんだん血流も良くなってですね、まず最初のこの皮膚の表面上で痛みを発している物質がだんだんこう溶けてきます。溶けてくるというかこう散ってくるんですよね。そうしたらだんだんこう力をね、こう力加減を強くしていくというか、圧をね入れていくと。これ今もう最初の時よりも結構強めにやってますけど、もう痛くないでしょ。痛いですかね。痛いですよね。はい、っていう感じですね。まずこう優しく触れるっていうの、これを覚えてくださいね。優しくこうねちっこくですね、こうやってあげるっていうのが大事なんですよね。はい、でまず牽制のツボの取り方です。まずこの首のこの付け根がございますね。この首の付け根がずっとこれこの肩のこのストンと落ちるところ、こう来て角、まあここに角ありますよね。なんとなく、なんとなく分かります、なんとなく分かります。いや首と肩の境界線みたいなところね、そことこの肩の落ちるこのちょうどこの角のところですね。ここのだいたい3分の1ぐらい、3分の1ぐらいのところに中指をピタッと置いてみる、まあ、こんな風にやるのは、ね、最初難しいですから中指を置いてみるんです。置いた状態ですちょっと圧をかけるんですね。こう圧をかけるとこうスンと置いてあげる。でこう動かしてあげる。この瞬間にもう効くんですね。指に力を入れるってか。そうですね、こうじっとこう圧をかける。まあこの時にね親指で背中をこう支えてる方がいいですよね。指だけだとこう難しいので、ちゃんと支えてこう手この原理でこうグーッと押して押した状態で動かす。こう圧を入れた状態で動かす。圧を入れた状態のままでこう動かしてあげる。前後に。そうすると下からね突き上げてくる感じがあるんですよね。ここの辺りでねこうグッと、本当に凝ってる人はね中にねこうゴルフボールがあるような、アメちゃんがあるような感じですよね。流し屋の10円のあの大きいアメあるじゃないですか。あれがこう入ってる感じのコリコリ感、コリコリ感があるの でそれをこう、あここにアメちゃんがあるぞと、ゴルフボールがあるぞとの球をね感じるんですよね。ボールを、そのボールの一番てっぺんでこう乗るって感じです。ピエロがこう玉に乗ってるようなイメージですよね。一番てっぺんのトップに取ってないと、立ってないと落ちちゃうでしょ。あんな感じで一番てっぺんに自分の指がピエロちゃんだとしたら、こうピエロちゃんが上に乗ってる状態でバランスを取ってるところで効かせるっていう感じです。そうするとこうガツンとドーンときますから、これが、肩こりのまず一番のツボ、牽制の取り方です。これはね本当にあの捉えられるようになって効かせられてほぐしてあげられるとですね、その人のねもう視界が変わるんですよね。肩こりの人ってね目が見えにくいって言うんですよ。見えにくいですか。老眼とか、そうあのね色彩とか明るさが変わるんですよ。もう暗くなるんですよね。なんていうんですかね、視神経があのうまく働いてないというかそんな感じですね。肩こりのひどい方っていうのは本当に肩こりがほぐれるだけで世界が見える方が変わるんですよね。あ、明るくなったと、面白いですよ。なんか目が良くなった、くっきり見えるようになったとかね。だから本当これも今結構もうほぐれて、もうさっきより全然強いですよ。これわかります？さっきこのぐらいで痛がってましたからね、もうこれでうってなってましたから、だんだんゆっくりこうやっていくとほぐれてくるんですよ。もっと聞かせてみましょうか。こういうことです。来ますね。この時こう前後にしてこう左右にするんですよ。でこうぐるぐる回します。圧を入れた状態でね、圧を入れっぱなしですよ。こう緩み、これじゃないんですよ、こう揉むんじゃないんですよね。圧を入れてこうやって抜くんじゃなくて、入れっぱなしでグラインドさせるっていう感じです。グラインドさせるんです、こうやって。そうするとこうツンとくるとかね分かるようになるんですよ。これもう感覚的なもん、何回もやっても分かります。こうグーってやってると、あここになんかあるみたいな、これだみたいなね、わかりますね。受けてる方もね、あそこって感じあるでしょ。このそこそこ、あそこなのよっていうのが大事なんですよ。マッサージを受けてるときもう全然、あそこ、あ違う、あそこ、あ外れたっていうとなんか気持ち悪いでしょ。でここでちゃんと効かせポイントをやってあげて、あそこ効いてるわと、あそこやってほしかったのよねっていうのも分かると、分かるとって、そういうのをね相手にちゃんと、与えられるようになると、あこの人ちゃんとツボを分かってやってくれてるなっていうね安心感も生まれますんで、そうするとほらもっとリラックスできるじゃないですか。はあ、この人上手だわみたいなね、
そうすると本当にさっき言ったあの初対面の人でもこうやってねやってあげることで自分のこのスキルの高さ、あとは優しさ、あとはこの人は自分の痛みを知ってくれてるみたいな感じでですね、あのすごくいい好印象な、自分を売る上でもねすごく役に立ちますよ。本当僕はいつもコミュニケーションの最強スキルはマッサージだと言っているのは、こういうやっぱ人との触れ合いをね上手に嫌味なくできるっていうのがやっぱりいいと思います。だから本当にあのご身内でね、ご家族でやってあげたり、それこそ本当にね、ご夫婦でされたりだとか、彼氏にやってあげたりだとか、ね、彼女にやってあげたりっていうのがしてもらうとね、すごくいいんじゃないかなと思うんですよね。だいぶほぐれてきましたね。でもまだ痛いでしょ。これもう、もうだいぶ指先でできるようになったので、今親指でこう今度やってみますね。こうなんですよね。きますよね、これ。これ、ね。あとはまあ、あと、今が牽制。今度はね、牽中湯、牽外湯というツボがあるんですけども、ここはね、これまだ後でやりますからいいですよ。この効いてる様をね、こう見てね、楽しんでくださいね、この。これですね。こうやってね、ツボを見つけるときってね、ある程度の目安を立ててですね、そこでこう、動かし方があるんですよ。こういうふうに。点で探すのは難しいです。僕でもできません。なんとなくこの辺かなってこの辺だろうっていうところに目立てを立て、そこで動かしてあげる。そうすると飛び込んでくるんですよ、指の先に。ここだよと体が教えてくるんですね。これ効きますよね、この瞬間。この瞬間が効くんですよ、この瞬間にね。ここもそうですよ。もうだんだんこうほら、ね、逃げるでしょ、こう痛みから。この瞬間ですね。ここですね。これですね。そうそうそう。これなんですよね。もう体が教えてくれますから、もう触ってて、あ、ここだなっていうところがね、こうそこだけこうレベルがねピョンって上がるんですよ、こういうふうにピョンと。そこを見つけて攻めてあげるだけ、簡単なんですよね。だから本当にただの肩こりとね侮る中で、こう本当にこうただ普通にこう何気なくこうやる人います。こうやって気持ち悪いわけでもないし、効かないわけでもないんですけれども、無駄な動きが多いんですよね。もっと攻めポイントを見つけてこうねちこくやってあげた方が自分も楽なんですよ。